高橋君、はい、日本共産党の高橋千鶴子です。今日は今国会最後の質問になるかと思いますので、今までなかなか取り上げられなかった問題について質問させていただきます。まず復興大臣に、伺います。東日本大震災からの復興の基本的方針において自然環境への配慮はどのように位置づけられ、またどのように取り組んでこられたのでしょうか。高木復興大臣。東日本大震災からの復興の基本方針におきましては、復興事業にあたっての自然環境への配慮については特段明記はいたしておりません。明記はいたしておりませんけれども、復興事業についてはそれぞれの事業主体において関連法令に基づき適切に自然環境への配慮がなされるべきものだと考えているところでございまして、復興庁といたしましては引き続き各事業について適切に実施していただきたいと、そのように考えているところでございます。高橋君。実は今おっしゃったように明記されていないんですね。大変残念だと思っております。基本方針の中で環境という言葉が出てくるのは環境先進地域ということで、例えば再生可能エネルギーとか三陸地域の自然公園構想、いわゆる観光が重視かなと思うんですけれども、こうした点で書き込まれているわけです。ですが、この自然公園等を活用した復興の考え方を、環境大臣から諮問された中央環境審議会の自然環境部会の議論の中では、やっぱり復興の基本方針は自然環境の観点が薄いという指摘が冒頭に出てまいります。やはりこうした立場を当然の前提だとおっしゃるかもしれないけれども、やっぱりこう大事にするべきではないか、今日は自然との共生と復興は矛盾しない、そういう立場で質問していきたいなと思っております。で、資料の1枚目なんですが、これは宮城県七北川河川災害復旧事業の概要であります。仙台市宮城野区蒲生区の津波被害については当時からあまり報道されなかったのではないか。仙台市の荒浜やあるいは名取市などと比べてもあまり知られていないかと思うんですね。ただ旧堤防の内側には震災前1149世帯が暮らしていたが、津波でほとんどが被災をされていますし、蒲生区だけでも300人もが津波の犠牲となっております。この写真にあるように海岸側からそして南側七北側の堤防を越えて、そして北側の仙台港港の方からということで、3方向から実は津波が押し寄せたということであります。今回の防潮堤はそうした点で震災前より3メートル高い 7.2 メートルの高さ、百数十年に一度の津波に対応したものと説明をされております。そこで、七北川左岸の堤防は国の鳥獣保護と区域である蒲生干潟に一部かかることになります。手続き上が今どのような段階であるのか、また住民の合意は得られたのか、国土交通省に伺います。野村国土交通省次長。お答えをいたします。蒲生干潟地区を含む七北川の河川堤防は、今委員のご指摘のとおり東日本大震災による被災を受け、河川管理者である宮城県において河川災害復旧事業により整備が進められているところでございます。当該堤防の建設にあたっては河川管理者である宮城県が住民の意見やそれから環境にも配慮しながら事業を進めているところと聞いてございます。なお蒲生干潟地区における堤防の整備については鳥獣の保護及び管理並びに飼料の適正化に関する法律、いわゆる鳥獣保護管理法に基づいて環境大臣の許可が必要であり、現在宮城県が環境省と事前協議中であると伺っております。今後宮城県は環境大臣の許可を得た上で引き続き住民のご意見も伺いながら堤防整備を進めることとしていると聞いているところでございます。はい、高橋君。今説明があったように鳥獣保護管理法に基づいて環境大臣の許可が必要なわけですけれども、今事前協議中であるというお話でありました。つまり許可申請そのものはまだ県から出されていないという段階だと思っております。ただこの干潟にかかる部分の工事の契約はすでに今年の2月に行われているんですね。
そこでまず一般論で確認しますが、資料の2枚目にこの法律の中の特別保護地区について第29条をつけておきました。で今のところの、許可の申請ですとか許可を、が受けなければしてはならないということは7項にあるわけですけれども、これを見ますと立て付け上は、審査の上工事そのものを取り消すことあるいは変更を求めることが可能になっていると思いますが、一般論でお答えください。亀沢大臣官房審議官。お答えいたします。鳥獣保護管理法では国指定鳥獣保護区特別保護地区内で工作物の新築等を行う場合には環境大臣の許可を受けることが必要となっております。本件宮城県からの許可申請はまだ提出されておりませんが、仮に申請があれば鳥獣保護管理法の規定に基づいて鳥獣の保護または鳥獣の生息地の保護に重大な支障を及ぼす恐れがないかについて審査を行うことになります。審査の結果、鳥獣の保護あるいはその生息地の保護に重大な支障を及ぼす恐れがあると認められた場合は許可されないこととなります。また鳥獣やその生息地の保護のため必要があると認めるときは許可に条件を付すことが可能であります。このように許可の判断にあたっては申請案件にかかる契約が行われているか否かにかかわらず、鳥獣やその生息地の保護に重大な支障を及ぼす恐れがあるかないかという観点で審査を行うことになります。審査の結果、仮に特別保護地区内での工事が許可されなかった場合には事業者において工事区域を特別保護地区外に変更することなどを含めて適切な対応がなされるべきものと考えております。はい、高橋君。はい、大変明確な答弁だったと思います。契約あるか否かに関わらないということでありました。そこで国交省に改めて確認しますが、そもそも工事契約する前にやっぱり許可を、ね、求める必要だったのではないでしょうか。どのようにお考えでしょうか。野村国土水管理国土保全局次長。委員ご指摘のとおり、蒲生干潟地区北側700メートルにつきましては、今年の2月に議会承認を経て、契約が締結されているところでございます。それでその契約に基づいて、受注者が現場で工事着手するときには、鳥獣保護管理法に基づく許可を得ておく必要があると理解をしてございます。従いまして、工事の契約時点や、あるいは工事着手に向けた準備段階で、は許可を得ている必要は必ずしもないものと理解をしております。なお現在当該地区においては工事着手に向けた準備として測量を実施しているところと承知をしております。宮城県においては環境大臣の許可を得た後に現場での施工に着手することとしていると聞いております。高橋君。着手する段階で許可をということで、今準備をしているという話だったと思うんですが、私一つ一つね、この後住民との関係なども議論していくんですが、やっぱり一つ一つね、手続きにちょっとこうずれがあるんではないか、こういう問題意識で指摘をさせていただきました。でそれでですね、自然再生推進法に基づいて国、県、市と、学識関係者そして地元 NPO などで構成する蒲生干潟自然再生協議会がすでに作られておりまして、自然再生全体構想、これもすでに震災前に作られているものなんですね。で春と秋に繁殖地のシベリア、アラスカと越冬地のオーストラリア、それから東南アジアの渡りの途中に飛来するシギ、チドリ類や世界的に絶滅が危惧されている希少種のコアジサシ、国の天然記念物に指定されている国安といった数千キロ移動する渡り鳥たち、この鳥たちがこう飛来するということをこの協議会の構想の中では
いわば渡り鳥の国際空港という表現をしているんですね。本当に世界的にも貴重な地域だと言えるのではないかと思います。それでもともとこれは開発の中で仙台港と、臨海地域の新産土地指定になって、開発の中で、干潟がこう形成されてきたという、 こう経緯もあるわけですけれども、そのことを踏まえてですね、1960年代後半、蒲生干潟は環境保全と開発が相克した場所のモデルとして全国的に注目されたが、蒲生干潟の自然再生事業は環境保全と開発が対峙するのではなく、地域の多様な主体の間での信頼と連携により、自然環境の保全再生と人間との共存を図りながら、地域固有の生態系、風土、そして自然と一体となった地域の文化を守っていくことを基本とすると書いております。非常に重要だと思うし、復興の、基本方針の中にも自然共生ということは実は書かれておりまして、大臣ね、やっぱりこういうの立場で必要 なんではないかなと思っているんです。なぜ震災後この協議会は開かれてないんでしょうか。亀沢大臣官房審議官。お答えいたします。東日本大震災による津波の影響を受けて、蒲生干潟の湿地環境が激変をし、震災前に計画されていた干潟のいわゆる三尾筋の水の流れを良くする事業など、干潟の保全再生のための事業が実施できなくなったことから、震災後の平成23年度以降、現在まで協議会が開催されていないところでございます。高橋君。確かに震災直後は干潟が消滅したわけです。しかしそれから5年経ってるわけですよね。でその間にもうすでにその直後から蒲生干潟を守る会など、もう40年来ここで活動している会の皆さんなどがこの干潟の変化を見てきている、そして協議会を開くべきだというか、そのための協議会じゃなかったのかな、このように思うわけです。で資料の3枚目に今紹介した自然再生推進法に基づく自然再生事業、この全国の取り組みを紹介した環境省のパンフレットの一部、つまり蒲生干潟について紹介している部分を載せておきました。でここにね、干潟のこれでイメージがつかめると思うんですが、右下のところ、写真の右下のところにこう書いてあるんですね。しかし平成23年3月の東日本大震災による津波の影響を受け、蒲生干潟の湿地環境は激変しました。このため渡り鳥を頂点とする生態系にとって良好な自然環境への修復等に向け、どのような取り組みができるのか、自然遷移の経過を見ながら検討を進めることとしています。つまり経過を見ながら検討を進めると環境省がパンフレットで書いているじゃありませんか。しかもこの下の、写真、確かに津波の直後の様子が映っておりますが、全然色が変わっています。もうすでに干潟が再生を始めてるんです。その証拠にこのパンフレットの左端、震災後蒲生干潟に飛来している黒岩の群れ、今言った国の天然記念物の黒岩が帰ってきているということを環境省自身が認めているじゃないかということを重ねて指摘をしたい、このように思います。時間の関係で次に進みますけれども、そこでですよ、2014年12月20日一昨年の末の地域住民への説明会で、そもそもですよ、当初計画の時になぜ鳥獣保護区の中を通っているこれを無視したのかという問いがあって、被災時点では干潟が消滅した状況から判断し工事ができると考えていたというふうに県が答えている。非常に驚く答えだと思うんです。勝手に判断してよいのかと。そもそも蒲生干潟の自然再生協議会には環境省だけでなく国交省も参加をしています。もちろん県も市も参加しています。自然の回復力や防災減災に果たす自然生態系の役割は十分に認識していたはずなんですね。被災の直後に干潟が一旦消滅したことをもって干潟をまたいで工事ができると考えるのはあまりにも乱暴ではないでしょうか。蒲生干潟が再生してきていることを環境省としてはいつ認識したのか、
今後モニタリングをして再生協議会を再開すべきと思いますが、いかがでしょうか。亀沢大臣官房審議官。東日本大震災の津波により蒲生干潟の湿地環境が激変したことから、環境省では震災後の平成23年8月から蒲生干潟を含めた津波被災地域の自然環境調査を実施してきております。その後の継続的な調査により蒲生干潟の湿地環境は全体として徐々に回復しつつあると認識しておりますが、最新の平成27年度の調査報告書によりますと、消失した砂浜が回復傾向にあり、干潟に飛来するシギチドリ類及びガンカモ類の種の数、あるいは個体数ともに震災前の状態に回復していると記載されております。自然再生協議会につきましては、自然再生推進法が地域主導のボトムアップの仕組みとなっておりますことから、その再開は国からのトップダウンではなく協議会の構成主体間の調整により決められるものでありますけれども、環境省といたしましては、蒲生干潟が回復傾向にあるという自然環境調査の結果を協議会に提供していきたいというふうに考えております。高橋君。再生してきていること、全体として回復してきていることを確認をしたとおっしゃったんですが、これ私いつって聞いたんですが、この今の答えは昨年という意味でしょうか。もっと早いと思いますが違いますかね。亀沢大臣官房審議官。調査は23年度から行っておりまして、その後特定の時点でというよりは24年度、25年度、26年度と徐々に回復をしてきているという状況でございます。はい、高橋君。23年度から震災のやはり直後からやはり少しずつ回復してきているということが確認をされたということだと思います。とても大事な答弁だと思うんですね。環境省の自然環境審議会の中でもやはりこのことがすでに直後から委員の中から発言がありますよね。そしてその上でやっぱり自然の回復力っていうのを見ていくべきだということを繰り返し指摘をされている。そこがなぜ考慮されないのかなっていうことを改めて思うわけであります。で、資料の4はこれ環境白書、昨年の環境白書から取りました。で、これはコラムということで書いているの説明をしているやつをかいつまんでお話しますと、大震災を受けて重要自然マップを作成しましたと書いています。この中に今話題としている蒲生干潟を含む仙台の海岸 のことについて書いているわけですけれども、被災地域の復興事業において配慮すべき自然環境の情報として事業者等の事業の参考となるものと言っている。参考としてほしいと、災害復旧事業をやる際に、ね、参考としてほしいというふうに国としても取り組んできたのではないかと思っています。それから資料の丸5、これは今紹介をしたガモを守る会が一貫して調査をしてきたやつのまとめたものを簡単に紹介したものですけれども、レッドデータブック、政府のね、レッドデータブックに載っている鳥類というのは、これ、45年間、調べてきて、57種、下の方に書いてあります、あるんですが、この震災後4年間で、すでに29種、すでに確認をされている。だから直後には一旦こう非常にこう減ってるんですけれども、グラフにあるように回復をしてきてるんだということを指摘するんですね。で、当然その鳥類だけではなくて定性生物とか関係がございます。カニやらゴカイ類だとかあまりこう聞き慣れない難しい名前のね生物いっぱいいるんですけれども、ずっと観察してきてこの定性生物がこう再生してくる様子を VTR で見せていただいて、私も大変こう自然の力に感動したわけですけれども、これをテレビでも紹介をしているというふうなことがございました。で、そういう中でですね、改めて先ほどの手続きの話に入るわけですけれども、資料の6枚目を見ていただきますと、宮城県がこうまとめたものです。大震災があって、まずこう堤防の測量云々というのを始めてきてですね、
そして環境団体からも意見をもらって、住民説明会のこの赤で囲んでいる今回説明会というのが平成26年の末であるということなんですね。そうすると地域住民に対する説明会はこの時が初めてで、ね、思うわけです。そうするとその25年の時にすでに急速な回復、干潟環境の急速な回復ということが確認されているのに、どうしてこうなっちゃうのかなということで、住民の皆さんからこういう意見が出ました。環境団体に説明する前に、あるいは新聞に出る前に地元に説明するべきだ、なぜできなかったのか、こういう意見、私は当然だと思うんですね。地域住民に対してももっと早い段階での説明会や丁寧な合意形成など配慮が足りなかったのではないでしょうか。国土交通省、野村水管理国土保全局次長。宮城県におきましては、今回さまざまな地元とのお話し合いの中で、少し堤防の位置を80メーターほどセットバックをしたというような途中で設計変更してございますけれども、その設計変更前の最初の計画につきましては、平成24年度にはですね、地域住民を対象とした説明会を一度開催をしていると私は承知をしてございます。これは例えばガモを守る会、自然再生協議会にも参加しておられました環境団体と承知してますけれども、平成26年度に説明をしていると承知してますけれども、それに先立った時点では一応話を最初の計画に基づいてしていると承知しています。それから設計変更が行われた以降も数時にわたり地域住民を対象にした説明会、あるいは地区の代表者の方への説明を行っていると聞いてございます。いずれにしましても引き続き河川管理者である宮城県にはですね、丁寧に地域に対して対応していただくことが必要だと考えておりますし、国といたしましても宮城県からご相談などございましたら引き続き必要な助言は行ってまいりたいと考えておるところでございます。高橋君。今引き続き数字の説明会を行ってきたというふうにおっしゃいましたけれども、県が昨年1月に2度目の説明会を開いて一定の理解を得られたというコメントを発表して報道にも大きく出たわけですね。しかし2回とも説明会を傍聴していた我が党の県議や市議によれば、地権者から質問や意見が相次いだにもかかわらず提案通り進めていきますと最後におっしゃって、でそれに対して意見が出なかったことで合意を取り付けたというふうにまとめられたものですね。でそれではとても不十分ではないかと指摘をしたいと思っているんです。で決め手はですね、これこの通りやりますとなぜ言ったかというその前段にこういうことを県が言ってるんですね。すでに背後で市のまちづくり事業が進んでいることもありと言って打ち切ってる。つまり防潮堤の、海側ではなく背後地の区画整理事業が進められておって、いわば危険区域に増員されているために住民らは避難移転を余儀なくされているわけです。しかし住民らは移転に伴って14% の減分を求められているんですよね。で蒲生北部はさっき言ったさっきの地図を見ていただければ分かるんですが、仙台の港を新しく作るときに4割の土地をすでに提供しております。それから背後地や西原地区の区画整理では平均減分率3割だったんですね。で下手すれば3度目の減分、さっき三方から津波を押し寄せてきたという話をしましたが、今度は三方から、ね、減分を求められる。これではもうやってられないと。だから生活がかかってるし早く決めてくれ。だって防潮堤がこれ以上ね後ろに来たらまた自分たちの土地削られるのかとか、そういうことになっちゃうわけですよ。非常に辛い話でね、環境団体と地域住民が分断されてる、こういうことになっちゃうわけ。本当に残念な話。何も干潟が憎いわけじゃないわけですよね。世界に誇れる干潟は本当にね守っていこうということと地域の住民の命守っていこうということは何も矛盾することじゃないんだということを今議論をしてきました。でそのために環境省だって本当はこのさっきの自然再生、協議会の議論の中でちゃんと役割を指導的助言を果たすという役割もやれということもちゃんと役割分担
確認をされているんだということをね、指摘をしておきたいと思います。で、時間がありませんので、最後に大臣に一言言います。私が言いたかったこの間の経過について、仙台で去年防災会議が開かれたときにね、自然と共生の復興ということで議論をされているし、高校生たちもそういう立場でこの防災会議のときに発表していることをちゃんと踏まえていただきたいなと思います。で、復興基本法の議論の際にも住民合意ということが非常に話題になりました。やっぱりね、今後に禍根を残すことないように国、県、住民、環境団体との協議の場を持つなど、計画の柔軟な見直しを含めて合意形成の努力をすべきだと思いますが、いかがでしょうか。これで高木復興大臣。合意形成のあり方につきましては、事業者である県が判断するべきものだというふうに思いますけれども、当該事業につきましては、これまでも住民の意見、や環境にも配慮しながら、丁寧に進められてきたと承知をいたしております。復興庁といたしましては、事業者において引き続き丁寧に対応していただくとともに、所管省庁と連携して、早期復旧に向けて、支援してまいりたいと考えております。高橋君。終わります。